岸和田城。岸和田城は大阪府岸和田志願城町にあった日本の城である。別名千亀里城、千切り城。江戸時代には岸和田藩の藩庁が置かれた。庭園は国の名称、城跡は大阪府の史跡に指定されている。現在、昭和29年に再建された天守がある。園元元年、兼務三年5月25日。 1336年7月4日の港川の戦いで、楠木正重の部下として活躍した、岸和田治虫という武将がおり、岸和田治虫軍中将、おそらくその一族によって1400年までに、岸田が開拓されたと見られる、大米7年9月28日、足利義満御飯を教書、岩清水文書。しかし、その頃はまだ城郭と呼べるものはなかった。 平成時代の発掘調査によれば、15世紀後半に、現在の岸和田城跡から約500メートル南東に山城が築城され、岸和田五城、16世紀初頭頃に放棄されていた。その後、日本城郭体系によると、品野安義によって現在地に移築されたとしている。橋場秀吉の奇襲征伐の拠点として再築城され、 その旧五次大で作られていたものを、小出秀政が五十天守を挙げる本格的な構えとした。松平安重の第二、総構えと城下が整備され、岡部千勝の頃、城の東側に二重、西側に一重の外堀と寺町が増築されている。文政十年、1827年に天守を消失。以降再建されないまま、明治四年。 1871年に廃城とされ、間もなく破却された。岸和田城はイブセ山と呼ばれた小高い丘の上にあり、本丸と二の丸を合わせた形が、木の立って糸を巻く器具、塔、ち切りに似ていることから千亀利城、後に千亀利城と呼ばれるようになった。木内にある岸城神社は千亀利と、ち切り塔をかけて縁結びの神社として知られている。桜の季節は、 花見の名所となり、大阪緑の百選に選定されている。日本百名城の選定対象となるものの、検討の結果、選定されなかった。二千十七年、平成二十九年四月六日、続日本百名城、六十一番に選定された。一時資料からは、楠木正きの部下だった南朝の岸和田治虫という、武将もしくはその親族が十四世紀に、 岸和田を開拓した様子が見られる。その後、1400年までには敵である、室町幕府の足利義満の手に落ちた。しかし、これらの文書には、岸和田に城が築かれたという記述はない。かつては、楠木正成の追い和田公家という人物が、岸和田城を築城したという伝説があった。しかし、これらの文献の出典を遡っても、江戸時代初期にまでしか到達せず、 しかも岸和田に城があったことを示す。最初の一時資料は、後日の永6元年、1558年に、三好氏が道場に入ったことを記した上新院会社会所上、永6元年12月12日付、京都府立総合資料館所蔵、板、原家文書まで下ることになる。山中五郎は、当時の泉国の状況から、岸和田城の築城をどんなに早くても十五世紀とし、 和田公家に関する伝承は、江戸時代に盛んになった楠木士崇拝の風潮によるものとする。平成時代の発掘調査によれば、岸和田五条が築城されたのは15世紀後半と言われ、岸和田の支配権が南朝、楠木部下の岸和田市から北朝、室町幕府の足利市に移った14世紀後半から100年、近くもである。15年、1408年、 細川頼長と細川元行が泉国の上下半国守護となり岸和田城の上司となったようで、その後泉守護細川家が岸和田城と関わりを持っていく。明王九年、千五百年には泉上守護西川元優と,と泉下守護細川正久が畠山久信に攻められ、岸和田城で討ち死にした折には官僚、細川正元の重臣。 赤沢友常は城を奪還した。その後、両細川の乱により、西川元との子、細川元常がは阿波に逃れると、細川高国政権下において、細川高本、細川春信が、泉守護となり、守護大松浦氏の松浦生、松浦守府市と共に、岸和田領の統治を行った。大英七年、1527年、阿波の細川春元が、 細川高国との決戦に勝利し、桂ツ河原の戦い、泉酒井を本拠とした、酒井久保府を設置、細川元常、その子、細川春佐田が、泉守護に帰り咲いた。この時、松浦守は引き続き守護大として、当地に関わっている。しかし、天文十七年、1548年、細川春元とその重臣、三好長慶が対立すると、 松浦守は、泉上守護、細川春沙だから離反し、三好長兄についた。松浦氏は、三好政権の下でも泉国における支配的な地位を確保し続けていたと見られているが、松浦守の没後に後を継いだ、松浦和光、孫八郎は幼少であり、三好政権は、松浦万々の立場を認めつつも、その貢献を口実に、岸和田城に兵を進めることになる。 九条家文書初集、A 六二、三年四月二十三日付、三好長慶初上。A 六元年、一五百五十八年には、三好長慶の辞邸、三好実休、東郷一存、畑冬康氏が、岸和田城に入った。A 六三年、一五百六十年には、三好実休が大規模な改修をし、東郷一存、畑冬康氏を総大将に二千八百兵を。 呂城させた。この時には、岸和田城も相当な規模となっており、阿波国、佐野木国、阿波地国などから、摂津国、経営の交通のようとなっていた。現在の二の丸、二の丸公園にある市民道場、審議官の建設時に、今の石垣の内側に、さらに古い石垣の列が発掘されたことにより、当時は海に面した二の丸周辺が主角ではないかと思われ、 海を背負った城郭の基礎がこの時に完成したのではないかと推測されている。A65 年、1562年畠山高生との、久米田の戦いで、三好十九が戦死すると、畠冬康氏は、岸和田城を尻き変わって守護、細川行部、細川春貞が、城主となった。しかし同年の京高寺の戦いで、畠山高生が大敗すると、再び、 三好長慶軍が岸和田城を回復し、松浦虎が城主になった。だが、当時松浦氏は一族に内紛を抱えていたらしく、この時城主になった松浦虎、孫五郎は松一、松浦和光、孫八郎の対立者であったと推定され、後に同じ秘然神と名乗った松浦光、孫八郎に城主が交代したことが確認できるなど、三好氏と畠山氏の狭間にあって、 松浦氏は混乱のうちにあったと考えられる。元記年間において、松浦光が岸和田城主となっており、河内高谷城主の畠山秋孝と共に、織田信長に従い、三好三人衆、篠原長房、荒木村重らと戦ったが、天正三年、1575年に家来であった、寺田又右門、寺田安下優、松浦創世兄弟に討たれ、 松浦創生が上司となった。天正四年、1576年、織田信長が、石山本願寺を攻めた。天王寺の戦いである。そこに、毛利氏が援助のため兵糧を貝塚に運搬し、これを阻止するため泉国水軍、沼、松浦、寺田、真鍋が立ちはだかったが大敗した。第一次木津川口の戦い。天正五年、1577年、織田信長は、 奇襲生伐を行い、キー方面の抑さとして、小田新張を佐野砦に置いた。その後、小田新張は岸和田城へ移った。天正十年、1582年、泉一国が八谷頼りに与えられ、岸和田城がその居城とされた。天正十一年、1583年、豊臣秀吉は岸和田城を中村和二の配下に置き、根頃州。 西賀州、小川州などの一騎州討伐を命じる。そんな中、天正十二年、1584年小牧、長久手の戦いの留守を狙って、根頃州、西賀州、小川州連合軍は、総数三万兵が進行し岸和田城に、工場戦を仕掛けてきた。これに対して、中村和二と松浦総世は、城兵八千兵で守り切った、岸和田合戦。この時、 無数のタコに救われたという伝説がある、タコ地蔵伝説。この功により、松浦創世は加増されて、伊勢国に天法となった。豊臣秀吉は、根頃州、西賀州、古川州連合軍を追悼するため、天正十三年、1585年に、岸和田城に入城し、そこから、貝塚の諸城を落城させ、最後に、関前寺城、沢城を開城,城させた。 戦国堀城の戦い、奇襲征伐。この合戦の後、豊臣秀吉は小出秀政を岸和田城の城主とした。最初四戦国であった小出秀政の治療も、文禄三年、1594年一万国、翌文禄四年、1595年三万国に拡大した。岸城古今期にはこの年から天守が築城され、慶長二年、 1597年に竣工したと、記している。慶長19年、1614年、大阪冬の陣では、松平新吉が上司となり、後に、北条始獣、その後は、小出義秀、元那5年、1619年、松平安重が上司となったようである。その後元那9年、1623年に、 伏見城が破却されると、倉などが移築され、城郭が強化された。その松平安重も山崎城へ転出すると、寛永十七年六百三十一年、高槻城より岡部千勝が入城し、六万国の城主となった。以後岡部朝食の時代まで、岡部市十三代の居城となる。明治四年八百七十一年廃藩地県により、岸和田城も廃城となる。 岸和田城は、大阪城と和歌山城の中間地点にあり、通説では、岡部千家地は、徳川家康の妹の子で、紀州藩の監視の意味もあったとされる。徳川後三屋の一つである、和歌山城も、徳川幕府の相互監視政策に、例外はなく、徳川家康の子、徳川頼信のおさいの城としても城郭が、整えられたのでは思われている。 新法日本の城によると、江戸城で、徳川頼信と、岡部千勝が対面したとき、徳川頼信が、紀伝が岸技に違法されたのは、我らの目付けのためだという風文であるが、いかなる計策をもって、木を抑えるつもりかと問いかけてきたのに対して、岡部千勝は、我ら小藩の者が、大体藩の起源の抑えるほどの策略を持ち合わせる、傷もござらぬが、ただ足の裏に、 米粒がついたぐらいのことしかできませぬという返事をした、と解説している。このようなやりとりがあったと思われているが両藩は、戦を交えることはなかった。しかしながら、岸和田城の縄張りが、和歌山川より、大阪側に厚い防御線を設けていることなど、矛盾する点も指摘されている。泉国四建国高によると、とある大阪の陣後に、本格的な城郭、 そ構えが整えていたのではないかと推察されている。東西は約370メートル、南北は約650メートルの平城で5万3000国の城郭であった。現在の天守は連結式暴老型三層であるが、昇法年間に幕府へ提出された昇法上絵図、先週岸和田城図では五層の天守が描かれている。初層は、 千鳥派フであったが、後に、東派フが取り入れたように見受けられる。文政十年、1827年11月20日からくらいによって、消失し、その後江戸幕府に、復興願いを、届け出ずみで、それによると三層の天守、二層の小天守とあるが、結局は再建されなかったようである。天保年間に描かれた、岸和田上図には、墨櫓しか描かれていないので、 この時にはすでに天守はなかったものと思われている。明治時代以後、天守台の石垣の横に一段、低い商店主台があったと言われているが、これは二の丸にあった、伏見城の一区屋倉が山層であったため、それを代用していた可能性も指摘されている。天守台の大きさは、南北、東西ともに約18メートル、面積は336平方メートルで、 当時の岡山城と同規模の天守だったと思われている。現在の天守の高さは約22メートルであるが、当時の天守の高さは18件あり、今の天守より約10メートルは高かったと思われている。また、本丸の面積は約4702平方メートルある。現在の天守は昭和29年に市民の寄付や休場主の子孫である岡部氏の 要望などにより再建された。総工費は当時の金額で3460万円。設計士は一級建築士池田谷久吉。施工は岩出建設株式会社。工事は昭和29年1月6日。寄港、同年11月13日春工また平成4年には大改修工事も行われた。総工費は3億7801万円。 設計は株式会社秘籍英に建築事務所。施向は岩出建設株式会社。工事は平成3年8月起工、平成4年8月31日竣工。本丸の石垣には南東及び南西側株に、周筒みたいが存在する。これを犬走りと呼ぶ。城の防衛という見地から見ると非常に不利であり、なぜこのような構造にされたかは分かっていない。 脆い泉州砂岩で作られた石垣が崩れるのを防ぐためという説が有力である。この犬走り周辺の石垣は平成11年1999年6月28日の豪雨で崩れ、今は強度のある花崗岩で補修され色の違う石垣が受けられる。また補修工事の時に百数十基の破壊石が発見された。年号は永業、天文。 A6 等16世紀前期く、中期のものが多く、本丸の石垣は、A6 年間1560年以後であることが、裏付けられた。国の名称、平成26年10月6日指定。重森未来の設計で、昭和28年1953年7月に着工し、同年12月竣工した、砂庭敷枯れ山水庭園である。庭園は、 諸葛孔明の八人法をテーマにしたとされ、中央の大将と先端の天音、地、風、雲、鳥、蛇、竜、虎の各人に石組が配されている。二の丸には二の丸五殿と伏見城から二の丸北宮に移築されたとされる伏見櫓があった。戦国時代まではこちらが本丸であったと思われ面積は約八千平方メートルある。ここでは、 平成13年度に行われた調査で確認された戦国末期の丹造土庫から炭に混ざって不意語ハ口10本以上、鉄かす100個以上が出土した。現在は二の丸公園として整備されている。昭和32年に20匹の赤毛猿が市民から寄贈されたことをきっかけに猿車が二の丸公園内に整備され、昭和36年には市民道場、 審議館も建設された。猿者の赤毛猿は昭和50年頃には40匹まで増えたが、その後皮膚病などの流行で減少し、平成23年11月24日には、最後の1匹が岸和田市中央公園に移送されて猿者は終焉を迎えた。なお、移送された最後の赤毛猿は、平成24年1月5日に、同公園で死亡した。 平成24年5月28日に二の丸公園内にイタリア料理店、クラブカントラーダが開店。二の車は内堀の外側、一重目の外堀の内側にあり、主な施設としては太鼓部屋、軍火倉庫、極楽橋、高互屋敷、過労中家屋敷、新御茶屋、過労ウの家屋敷、五百円、牢屋、西大手門などがあったが、 現在これらの施設は消滅している。またこの二の車には、あぶみのような形をした、あぶみ彫りがあった。これは二の丸が本城であった頃、前田氏の名残ではないかと考えられている。また、新御茶屋、薬草園の跡地に明治四年、岸和田城の廃城年から十ヶ月をかけて、造営された、五、風草がある。海遊式の日本庭園で三千坪の敷地があり、 母屋と庭園を見渡せる三つの茶屋がある。庭園の見学は自由となっている。なお、五、風草は、現在頑固、フードサービスが、日本料理を提供する店舗として活用ている。二の車の外側にあり、北口門、坂口門、五環城所、東大手門、五図天皇社、八幡社、新名門、新名社、南大手門、三の丸神社などがあった。 奇襲街道が町ぐるわ外極林を縦貫し、街道筋に天間口門、内町門、境口門が設置されていた。また、町ぐるわの北東に北大手門があった。町ぐるわ外極林の北西園には浜の石垣が築かれ、町ぐるわの出入り口として浜の石垣に2か所の塩入り門が設置されていた。松平康重が藩主の時代に、 当時の海岸線沿いに築かれたもので、約800メートルにわたって整備され、沿岸防衛や防潮堤の役割を果たしていた。明治以降に取り壊しが進み、現在では中町児童公園のそばに幅9メートル、高さ2メートル余りが残存するだけになっており、当時の海岸線や岸和田城の外角の規模を示す、貴重な資料となっている。岸和田城石によると、 主に3段階の改修があったと思われている。現在、岸和田城は、私立の展示施設として、岸和田城の歴史紹介、所蔵物の展示などを行っており、観光振興の拠点となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。